のくさん、パン、そうでですか。まあでもね、今ね米の需要とパンの需要が逆転してパンの方が消費されてるらしいですねまあパンを食べた日っていうのはお米を食べる量減りますからパンが増えればその分お米が減るっていうバランスはわかるんですけどもそれと同じような現象が私たちの少年時代にあったんですよということで第12話はコロコロ対ボンボンでいきましょうかまあ言わずと知れた国民的、 アニメーション、漫画「ドラえもん」なんですけどもコロコロコミックに連載されてるのはまあ多くの方が知ってる事実でございますではコロコロコミックのライバル史って何なのって言ったらやっぱりコミックボンボンでしょうね、まあ、こちらはねどちらかというと放映されていたアニメの漫画を掲載するみたいな形でちょっと変則的なね漫画雑誌だったかなと思いますその中で人気だったのが「プランを教しろってのがありましたね これはアニメ化されてないんだけども当時のプラモ少年たちの夢をね具現化してくれたものになります大まかなストーリーっていうのはプラモデルが大好きな少年とプラモデル屋さんの、まあ、おじちゃんがねおじちゃんっていうかお兄さんみたいな人が、まあ、2人で主人公なんですけどもプラモを作ってそのお店に持ち込むとそのお店にはそのプラモ屋さんのお兄ちゃんが作ったマシンがあってそのマシンに乗ってプラモデルをセットするとプラモデルに 自分がバーチャルリアリティで乗り込んで戦うみたいなことができるんですよね。で、プラモデルに受けたダメージは自分の体にも多少ダメージが来るみたいな感じで、その中でね、バーチャルなガンダムストーリーをできるんだよとかね。まあ、ガンダムに限らない、いろんな当時プラモデル出てましたからね。気、え、候、ー、外ガリアンとか、あのジャイアント・ゴーグとか、ライディーンとかありましたけども、そういうので、それぞれのプラモデルで決闘していって、 あのなんか番長が決まるみたいなストーリーだったかなと覚えてますけどねまあ何にしてもプラモ教師の結構面白かったなと思いますね、えー、ということでねコミックボンボンそしてコミックコロコロなんですけどもコミックコロコロを買っちゃうとボンボンはなかなかお金がなくて手に入らないみたいなことがあったりボンボン派とコロコロ派っていうの分かれていたと思うんですよで私はどっちらかっていうとボンボンだったんですねなぜならコロコロっていうのは毎月毎月購読してる なんんかやつがいてそいてててそのとこ行っっ読ませてもらってたんですよね遊ぼうぜって言ってずっと漫画読んでるみたいなねまあそんなあの友達関係だったかなと思いますけども野さんは何か思い出ありますかね幼い頃読んでいた漫画雑誌どんなものがあるでしょうかボ、うん、ボンボンとコロコロロぐらいいしかないで,しょう、ね、で「ねで少年ジャンプ」とか「ヤングマガジン」っていうのはむちゃくちゃ大人が読む本だと思ってたんでまあ中学高校で読むんですけどもね小学生から見ると中学生高校生ってむちゃくちゃ世代違いましたもんね。 はい、といととうことで、今日はコロコロコミックコロコロボンボンについて話してみましたけども第13話はどんな感じになるでしょうかじゃあノクさんバトンタッチです。